はい、ありがとうございました。と私から2点、まあ、コメントといいますか感想をお話ししたいと思います。で一つは、その地域対応の充実というところでして、まあ、地域対話とそれから、支援のあり方の関係ということです。で、まあ、現時点ではですね、まあ、一般の国民の方ですとかあるいは若年層ですとか、まあ、地域で関心のある方に対する説明とあるいは対話ということを精力的に進められていると思っております。でその上でですね今後のこの、議論をしていくというときには、まあ、一つは今回示された通りその有望地が提示された後の、まあ、そのプロセスというものも含めて考えていかなければいけないということだろうと思います。でそのときにやはりその地域との対話といってもですね、まあ、ある程度その有望地が示された後の状況ということですとじゃあ具体的にどういう地域支援の在り方を含めて、その理解を得ていくのかとあるいはその事業をどういうふうにプロセスとして進めていくのかというかなり具体的なところまで対話の中で扱うという必要が出てくるのだろうと思います。まあ、ですのでその現時点で行われている地域対話とそれから将来的に進めていく地域対話の関係というもの、まあ、これは今後のこのワーキングでも議論することですが NUMO にですねお願いしたいのはまあそういった時に例えばそこで必要となるスキルですとかあるいは知識ですとか専門家の方の協力を得る体制あるいはその進め方の体制を具体的にどういうふうに考えられるのかということをまあ、次回以降ということですけれども今後その今の対話とまたさらに将来的な対話の関係ということについての見通しというものがですねもしあればですね少し具体的にお示しいただきたいなと考えております。で、2点目はですねこの社会科学的観点ということです。まあ、今聚楽委員もご意見としてお出しいただきましたけれども、まあ、9ページに、まあ、実施主体としての考え方を NUMO から、まあ、聴取をするということですので、まあ、そこはやはりですね、NUMO としてその事業を進めていく上での社会的あるいは経済的な観点を含めた状況というのを今後のワーキングでもお伺いできるというふうに考えております。でまあ、その科学社会科学的観点といってもですね、まあ、やはりその、まあ、これで相当絞り込みができるというような性質でもない可能性もありましてで、まあ、いろいろなその技術的な観点と、まあ、両にらみで今後、まあ、考えていくということだろうと思いますの でかつその自治体の側としてですね、まあ、いろいろな選択肢をこれから、まあ、科学的有望地の提示後も含めて考えていくというときに、まあ、いろいろな選択肢が、まあ、オープンな形で、示されると、まあ、そういった観点を、まあ、前提としたこの社会科学的な視点の必要性、まあ、検討の必要性というものがあるのだろうと思います。まあ、今の時点ではちょっと私も抽象的なまあ、見通ししかないわけですけれども、次回以降ですねより具体的な議論ができればと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。次に山崎委員まで示してそこで一旦区切って小林課長や入門の方で少しお答えをいただきたいと思います。でそれが終わりましたら荒野委員それから吉田委員伴委員徳永委員と、まあ、こういう形で指名をしていきたいと思います。それでは山崎お願いします。山崎です。今回科学的有望地を、まあ、今年度中に提示できるということは非常に重要な第一歩で、まあ、小さいけれども非常に大きな一歩だろうと思います。でこれを進めていくときに、まあ、今日は佐喜多先生とかあるいは栃山先生先の伊藤先生もそうかもしれませんけどやっぱり地域のまあ、問題とか自分のこととしてですねこの問題を考えないとやっぱり地域の対話がうまくいかないだろうということは非常に大事なことでこれを考えるにあたってですねまあ後ろの対話をしててやっぱりこの処分っていうのは基本的にやっぱりエネルギーの問題であってエネルギーの重要性っていうことが理解できないと人ごとになってしまうと自分のこととしてやっぱり捉えられないだろうと
思います。ですからそれをやっぱりきちんと示さなくてはいけない。そういうことで非常にこれから の, 活動が重要であろうということは理解しています。でただ地域的な科学的な有望値を提示するということがですね、例えば白羽の矢が当たるみたいなイメージを地域の人が持つとこれは大変なことになるので、そうではないんだということで、これからいろんな理解活動を進めていくんだろうと思います。でただその時ちょっと全く話が飛んでしまいますけども、この白羽の矢が当たるっていうのは本当に嫌なことが来るっていうイメージなんですけども、実は日本でですねこういうことをいろんな活動である地域を指定するっていうことに対して私もって手を挙げる活動はたくさんあるんですよね。例えば世界遺産なんていうのはぜひ私のところに来てくださいっていうのがありますし、それから今ジオパークって言われる地質関係ではですねある地域をこう指定してですねいろんな活動をして地域を活性化してもらおうという活動をしています。でこういうことには皆さん手を挙げてくれます。だからむしろどこを選ぶかっていうことに苦労してしまう。私は本当は原子力のこの処分場の問題も、事情はちょっとだいぶ違いますけども、できればそういう状態になればいいなと。で、それにはやっぱり地域支援とかですね、いろんなことをやっぱり制度として作っていくっていう整備も非常に重要ではないか。で、その中で、国民がみんな理解してですね、もともと重要性を理解した上で、そういう地域に対して支援をしていこうと。で、その地域が私のところっていうのが手を挙げてくれると非常にいいんじゃないかという、そういう理想を持っているので、そういう世界になるようにできればこういう議論を進めていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ちょうどここで区切りを一つ設けまして、小林課長、それから任務の方から少しお答えをいただければと。任務の方では次回の具体的な案を提示していただくんで、そこに反映していただくような、こともあるかと思いますが、いずれにしても今の時点でどんなふうに考えているのか、分かりの点についてお話しいただきたいと思います。それじゃあ小林課長から。ありがとうございます。いくつも貴重なご意見いただきましたが、この場でお答えすべきことを2つまずお答えしたいと思います。1つはその科学的有望値というものが今どのような受け止められ方なのかということを、いくつか実際にいろんな方とお話をされたりした時のその反応なり印象感想というものをご紹介いただきましてありがとうございます。これは次のステップに向かうポジティブなものとして期待をしている向きもあるということを大変心強く思いましたが、同時にやはり今白羽の矢という言い方もありましたけれども、やはりその示され方がはっきりしないという受け止め方、そして従ってそのやはりその国がどんどん決めてしまうんではないかと、そういうようなこともあるというのは、我々もいろんな中で感じるところでありましてですね、そこについては有望地提示までの間にしっかりとお伝えをしていくべき重要なポイントだと思っております。そしてそれは対話活動の有望地提示後の話ともやはり直結すると思っておりまして、伊藤委員の方からもその先に多様な選択肢が地域の方にあるというようなことをおっしゃられましたけれども、地域の方々、国民の方々にが考える、が選ぶっていうところをですね、しっかりとその伝えていくと。でそれを我々と今日の資料としては対話活動の進め方という言い方でしましたけれども、次回以降しっかり議論をしていただきたいというふうに思っているところでございます。それから2つ目、これは受楽院からその対話というフレームが強いというのをご指摘をいただきまして、今も私提示後の対話を具体化するとそういう言い方を申し上げたわけですけれども、その対話の中には当然ながらその先の見通しであるとかそのいうことがきちっと伝わっていくということが必要だと思っておりまして、これも今のいろんな形でやっているその発信とですね
その我がこととして、その地域のこととして考えていただくべき段階での伝えるべきことが変わってくるということは、そのように認識をしております。従いまして、そこも次回以降の次のステップというところの具体化の中で政策面についてもできるだけご議論にいただけるようなものを準備していきたいというふうに思っております。私から2点以上でございます。はい、それでは任務の方からお願いします。はい、たくさん の、ご提言というか、激励、叱咤激励をいただきましたことについてありがとうございます。これからの取り組み において、我々の体制をどうするとか、資料をどうするとか、絶えず考えていること ことではありますが、時々にサマリーをして、それを社会を示していくことが重要ということも認識しているところであります。そういうものをそのウェブサイトなどを使ってお伝えしていくべきだということを、組織内では申し上げているところ言っているところでありますが、そのように努めたいと思います。またこの機会をいただいてご説明申し上げたいと思います。それからここでの問題点はですね、問題点というか先ほど課長の言葉を使わせていただいて、地域の皆さんに主体的に考えていただくということを私どものポジションとして申し上げたわけですが、そこのところ、これをさらに具体的に言えば、自治体の政治的な意思決定につなげるにはどうしたらいいかということが問題の本質、それを民主的な手続きの中でどうやって実現していくかということが本質的なところです。極めて政治的な取り組みであることも、政治的なこういう極めて政治的なところを審議会等で議論して先付けして方向性を決めてやるということは本来フィジビリな点があるかということも踏まえつつ、ジュラク委員のご指摘のしかしある種のその不確実性がもたらすそのリスクというものを考えると、どうやってそういう意味 その予見性というものがあるということもまた民主社会の中では極めて重要だということを踏まえて、この審議会で適切な方針がお示されるんだろうと、それについて私ども十分私どもの考えるところをお伝えしていくことが大切というふうに思っているところであります。社会科学的要件についてもおそらくそれのコンテクストで議論されるべきことなのかなというふうに思っているところでありますが、もう一つだけ申し上げますと、日本には自治体が2000を切りましたけども1700、1800あるわけですね。それ今はやっぱり民主的である以上はそれをその公平性というのは非常に重要なわけです。そのことについてはどういうリソースをどういうふうに使っていくかということは、ポイントワイズに地域という言葉でものを決め議論して納得感があるということを全国1700に展開するということはなかなか容易にならざるところであるわけでして、そこについてもどうやってその合理性を追求していくかということ、これも大変私も絶えず考えているんですが、皆さんにぜひぜひお考え方針をお決めいただければいいなというふうに思っています。とりあえず本来答えるべきなんですけど、お願いしてしまいまして申し訳ございません。確か以上です。はい、ありがとうございました。それでは引き続き残りの方ご指名します。でその上でもう一度当初ご発言された方で必要であればまた指名いたしたいと思います。続いて荒野委員、それから吉田委員、馬員、徳永委員ということでいきます。荒野委員お願いします。はい、ありがとうございます。また今年もよろしくお願いいたします。私は四五点小さな今感じてますことをまとめてお話しさせていただきたいと思います。でこれまで資源エネルギー庁さん、ニューモさんが精力的に活動されてきたことに対する敬意は持ちながら、さらに今考えることを少し述べさせていただきたいとは思うんですが、一番最初にはこれまで私のと感じてます、このワーキングの前からですが、中立公平透明というテーマがあります。でこれに沿ってその会話はされなければならない、情報提供収集がされねばならないというふうに常日頃思っているわけですけれど、そのこの
何年かの流れを見ましてもなかなかその中立公平って先ほどこの理事長さんがおっしゃった通り難しいことで、私も答えは持ち合わせないんですがやはりこれは難しいことだからといって避けて通れない大きな課題だと思っています。で対話をされるにあたってされてきたにあたって、その常にこういう観点から落ちはないのかというふうに考えていただきたいなと思います。で新潟なんかでの活動をこう垣間見ましてもどうしてもこう既存の団体との関連がいち早く取られる手段であるのは理解できるんですが私がやってました属してました会ではまれな いろんな慎重とか反対の方たちが混じった独特の会でした。でこういう方たち慎重とか反対の方たちがどの辺でそのこういうふうにこの意見聴取ができる場にきちんと入ってこれるのかとかっていうのがこれからの会話 の重要な部分を占めるんじゃないかと思うんですがとても短時間ではできえないことだと思うんですよね。だけどこの会話をするということはいろいろご説明をするんでしょうけれど校長もされるわけ でその時にそのこういう対話の場に出て来られる方がどういう方なのかということを全国平均の目から見て常に分析してからその中の意見がどうあるべきかというふうに評価していかないといくつやってどういう意見が出たというだけの分析ではやはりこの今まで表舞台に 出にくかった方たちの声がなかなか生きてこない。で今日本はどうしてもなんかこう一極集中になりがちだというふうにいろんなところで言われていますけどやはり少数の意見も大事にしながら集約をするということは皆さんも目指していることだと思うんですがそれを、私たち地方のものにもよくこう納得ができるような方法を何かこう工夫していただければと思います。で地方は発言力も経済力も非常に乏しいながら原子力やこういう難しい問題に関しては当事者になりがちな地域ですのでそれも少し中央の方から勘案していただきたいなと思います。でもう一つはその流れからいきますとやはり全体的な話ですがリスク情報が少し少ないんではないかと思います。で我がこととして考えるという時には情報が必要ですけれどそれが果たしてこのその全体の中のどういうバランスの情報なのかというのはなかなかこう、聞き取り見分けにくいのが国民の立場ですのでそういう部分から専門家を交えてそのどういう情報のあり方が妥当なのかということの議論もきっと重要になってくるのではないかと思います。でそれと、年内ぐらいに、提示をしたいというのはとてもいい意気込みだというふうに歓迎しますが、そうなればやはり全体像の、工程とか要件っていうことの大枠が同時に ほぼ提示されなければこれまでと同じように憶測が走って、先に砦が築かれてしまった後からトントンと叩くような会話になっていく可能性が高まるので、この辺はタイミングを見るということの中にやはりきちんとした大枠を事前に提示をして最終章まで大きな枠細部は、それぞれの、ね、対話の中で修正をされていくんでしょうけどそういうような意識を少し持ってそれを共有していただきたいなと思います。それともう一つ4番目ですが女性のアプローチがこう文字として書かれています。で当初女性がなかなか参加しにくい出てこられない見受けられないということから女性や若者へのアプローチをしているんだというふうに理解はしているんですがこれは間違ってはいないと思うんですけれどあと別の方角から見ますと女性というのは国民の半分か若干多いのかもしれませんけれどそういうで男性と女性は脳の構造も違うというふうに聞いています。でそうなると国民の半分以上が女性である方たちが納得できるような
その説明の仕方っていうんですかね、そういうことがあるんだろうというふうにして多分研究されてるんだと思うんですが、それに加えてやはり決定したりこういうふうな案内をしたり説明をしたり重要なものを決める中にやはり日本の場合には女性の参画率がまだまだ低いんだろうと思うので、その決定の中に女性を取り込んでなおかつ女性との会話をしていくというようなもう一つ踏み込んだ姿勢を今後持っていただければなおありがたいと思っています。でもう一つ最後になりますが、やはり私どもの地方の国民からしますと国やニューモさん と同じような関わりで地方自治体が入ってきます。で新潟の報道を見てますと、もう昨年から自治体の方たちが緊張感なんでしょうし、メディアさんの質問が相次ぎますので、この最終処分に対する意思表示をところどころでされ始めています。でそういうふうに公のところでこう自治体がこうその迫られて回答をし始めている今現状、ここがいくらこの公平にという議論を始めたところで、やはり自治体の方たちの立場や地方の方たちがその自治体に対する位置づけですよね、ニューモさんや NHO さんがおっしゃると同時に、やはり自治体がどう考えていくのかというのも非常に身近な重要な問題になりますので、この自治体との絡みが同時進行的に常に行われるようなことが公表されながら進められていくことがやはり重要なんではないかというふうに思います。以上ご点お願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、次吉田委員お願いします。はい、ありがとうございます。私の方からはですね、今回の科学的予防値の提示に向けてっていう、その一つの前進があったということにおいて、今後地域対話の進め方ともちろん大事だと思いますし、行っていくべきだと思っているんですが、その一つ、懸念といいますか、ちょっとその自分の中で、自問自答をしている部分はですね、マッピングのスケール感と、いわゆるここで述べているその地域対話の地域のスケール感がですね、まだ一致してなくてですね、でどういうことかというと、科学的有望値は、現状としては、地球科学的なデータとか、それに基づいて、今日のですね、参考資料1の4ページ等にあるような形のですね、こうざっくりとしたスケール感で提示されるわけなんですが、そのスケール感においてじゃあどうい こう効率効果のあるその対話っていうか地域っていうのを定めてやるのかっていう、そこの地域っていうのが一体どれくらいのことを指しているのかっていうのがちょっとまだ、フォーカスできてないのかなと。もちろんここから先は私の中でのイメージではあるんですが、ここの同じ4ページの中にあるようにですね、これはフィンランド、スウェーデンのですねがある場合に、このような、こういう形になるかどうかは置いといてですね、ある程度そういう有望値っていうのが提示されたときに、おそらくそれはかなりざくっとしてますので、自治体レベルをこうまたがるようなものだと思うんですね。でその時のおそらく、今、そのご発言もありましたが、その各自治体をこうその統合化す、統合というかそのまとめてそのコミュニケーションするというのがいいのかどうかも含めてですが、その自治体側、相手側の方々はおそらくこの線、いわゆるここからが有望である、ここからがその適性が低いと適性がない、この線ってどれくらいの、なぜここなんですか、どれくらいのその精度があるんでしょうかとか、おそらくそういったことが非常に気になるんではないかなと思うんですね。でそうすると、自治体レベルだろうが、コミュニケーションあるいはそこの地域に住まわれている人たちもここで示されたその適性がある地域、緑、黄緑、赤でもいいんですが、この線がどれくらいのその精度感を持っているのか、逆に言うとそれはどうしてそれくらいの精度感しかないのか、でそういったことをこう技術的なデータに基づいて、なので、これこの程度なんです、あるいはこの辺はこの辺がクリアになってますとか、そうい こう技術的なデータに基づいてこうコミュニケーションしていくことでの、何が分かっていて何が分からってないのかということを適切にその示せるというのが非常にその地域の人たちにとっても安心してもらえるし、
もし自分たちの自治体が、今後何かのアクションあるいは、そういうのを考えようという場合には、自分たちもどこまでどういう情報をそこでその理解しておかないといけないのか、整備していかないといけないのかっていうところでの、おそらくこう意見交換、情報交換、というようなことが生じ生まれてくるんじゃないかな、そういうのをやり取りを示すことによって、周りの その市民の方々が、どういうことまでが分かっていって、何が分からないのかっていうのが分かることによって、じゃあ自分たちの適正値あるいは不適正値と言われていることがどういうことなのかというのを理解が深まっていくというようなふうに思うんですね。それが、私の中でもちょっと今イメージではあるんですが、それをこうどういう段階でどのスケールで、それは先ほど近藤理事長も言われてましたが、そういうコミュニケーションのこうスケール感と、タイミングというのをですね、お互いにちょっとこう考える必要があるのかなというのをちょっと、思っております。でその段階で社会科学的要件というか、その、の観点での紙というのが多分なされてくるんだろうというふうに、思っているわけなんですが、やはり私は社会科学的な部分については、素人って言ったらいいですけど、自分なりに思うに、そのスケールに応じた社会科学的な観点というのが加味されるべきだと思いますので、そこでは、これはこの委員会で、私も当初から言ってますけど、要するに科学的、その地球科学的要件で設定されたものを社会科学的要件が後でクリアになることによって、それを追い越すと判断をこう塗り替えるとか、そういうことは決してやっぱりあるべきではないと思いますので、その辺のいわゆるその社会的科学的要件がプラスアルファであって、さらに今後のいわゆるそのマッピング この精度あるいは信頼性を高めていくというような形になるということについては、ちょっとそれは脱足かもしれませんが、ちょっと付け加えさせてもらって、最初のちょっとそのスケール感といいますか、地域対話のところについてちょっと、コメントといいますか、意見を述べさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは番員お願いします。何点か感想を述べたいと思います。まず最終処分関係閣僚会議でこう決定して、そして審議会の方にこうなりましたっていうふうに伝わってくるわけなんですけれども、その関係閣僚会議に提案するのはこの廃棄物対策課でしょうから、どうもその僕は順序が逆ではないかというふうに思います。28年中に提示というのはここではあまり議論になっていないし、それが本当に妥当なのかどうかっていうようなことについても全く議論しないでこうやるんだというふうに出てきているあり方について疑問を感じています。でちょっと時期尚早ではないかと思っているし、置き去りにしてきていることも多いんではないかと感じています。それでいくつかのそれに関連していくつかの点を述べさせていただきますと、ここでは地域に冷静に受け止められる環境を整えるって書いてあるんですが、どういうふうな状態になったら冷静に受け入れ止められる環境として整ったのかっていう判断基準っていうのがないわけです。で、多分無関心であれば冷静も何もないわけですよ。マッピングをこうしてもほとんど関心がないような場合には冷静も何もない状態になりますが、高い関心のあるところはおそらくそのあんまり冷静にはならないで、大きな議論になっていくと思う。そういう中でその環境を整ったと判断する根拠ってどういうことを考えてらっしゃるのかっていうのが疑問だし、ある意味ここでは議論しないといけないのかもしれないというふうに思っています。でもう一つはその、いろんなところで、国民対話っていうのをやるシンポジウムをやるということでいろいろ意見が出されてきていると思うんですが、フィードバックっていうのをどう考えていくのかっていうことについて今のやり方っていうのは国がこういう政策を取っている、地層処分についてはこういう考えであると、それに対する理解を求めていくという、その理解を進める上でのいくつかのフィードバックがあるかもしれないけど、それ以外の意見についてどういうふうにその政策に反映させていくのか、あるいはフィードバックさせていくのかっていうのがないと思います。例えばその
ここにも書いてあるように、まあ、その原子力政策のことをまず考えないといけないんではないかというふうなのが意見が出てきたら、まあ、それはそのエネ庁としては答えはあると思うんですけど、それはまあエネルギー基本計画でこうなってるからとかあるんだけど、じゃあそういう意見をどこにどういうふうに持っていったらいいのか、まあ、例えば関係セクションにはちゃんと伝えますとかですね、まあ、そういういくつかのことは考えられると思うんですが、まあ、その辺のフィードバックが明確になっていないし、まあ、そういう姿勢が必要ではないかというふうに思います。でそのフィードバックについて言えば、やっぱり例えばその新国のメンバーならメンバーで情報は共有されていないといけないなと思うのですが、あの2ページにはそのある種フィードバックに対する図が書かれているんですけど、まあ、関連する意見をワーキンググループでまた検討して反映させていくというのは、まあ、ある種のフィードバックですよね、これね。だけどじゃあその今あの例えばジョージアの国民からの意見をこの廃棄物対策課は求めていると思います。以前はそうなっていたし、それがもうやりますという話もなかったと思うんですが、まあ、よくわからない、どういう実態はどうなのか分かりませんが、そのいわゆる意見がもし来た場合にはですね、その審議会のメンバーの中で共有していくとかですね、そういった丁寧な対応をしていく、まあ、必要じゃないかと思うんですね。それがそのフィードバックの議論をしていく上で、まあ、必要なことではないかというふうに思います。だから国の姿勢への一方的なというか、それへの理解だけではない部分をどういうふうにあの対話の中で作っていくのかというのが大事なんじゃないかなというふうにまあ考えています。それからもう少しこう先に進んで、まあ地層処分とは何かということがあまりわからないというか、それまで考えたことのなかった人へのアプローチというのと、まあ、先ほどもちょっと他の委員の方がありましたが、それなりによく理解している人たちに対してのこのアプローチというのは当然違うのですが、その置き去りにしていることの一つは、まあ、一つは原子力委員会、僕ずっと考えていたんですけど、この関係閣僚会議の中で原子力委員会について、まあ体制を整えて書いてあって、現時点ではあの専門委員会も作られていないし何もなってないわけですが、まあそれはやりますよというようなことで、ああそれは一歩進んだなというふうに思って、そこのところは非常に重要、まあ原子力委員会が妥当かどうかっていうのはいろいろ議論があったけれども、まあそこに落ち着いたわけですから、そこをいかにその第三者的なその組織として育てていくのかっていうのが重要な課題になってくると思います。まあ、それは一歩進んだ感があるんですが、もう一つ例えば規制についてはどうなのかっていうことについては、これはやっぱりこのままでいくと ある程度その選定が進んでいって、その場所に合わせて事業、まあ、設計がその処分場の設計がされて、それには、まあ、それに基づいてそれが妥当かどうかという安全審査基準を作っていくようなあり方になってしまうように危惧しています。そうではなくて、あらかじめやっぱり達成すべき目標みたいなのはきちっと規制委員会の中で議論して出してもらう必要があるんじゃないかなと思っていて、そこのところ、まあ、進んでいないので、やっぱりもう少しまあ、関係閣僚会議になるのかどうか分かりませんけれども、やっぱりその確かに参上委員会ではあるんだけれども、要望を出していく必要があるのかなというふうに、まあ思っています。そのもう一つより詳細な状態というか、より分かっている人との議論の中では、私は感じているのは、で引き返す基準ってどこにあるのかということですね。法律では3段階の選定基準だって、その自治体の長がOK しなければ先へ行かないという、まあ、そういう政治判断のところがあるんだけど、いわば環境的にこの、まあ、総合評価をするっていうふうにニューモは言ってるんだけど、総合評価でダメになる基準っていうのは全然示されていないんですよね。実はやっぱりそれはこう悪い条件の時には確実に撤退しますよというメッセージは必要で、そういう意味で言うと、その結核条項というか、
これはダメですよという基準をやっぱり示さないといけないのではないかというふうに今感じています。で、まあ、そういったことをやっぱり整備しないと多分その冷静な議論にな環境って作られていかないんじゃないかなということを危惧しています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは最後になりました徳永委員お願いします。ありがとうございます。私から短く3点ですが、まず社会科学的なところの議論というのはこれから進むんだと思いますけれども、今日先生方のご意見を伺っていてもやっぱりいろいろなお考えがあるということもよく認識しました。その中で議論を進めていく上でまあ、ぜひニューモさん次回お話しいただくということでお願いしたいのは、私の感覚ですけれども9ページの3番目にある何をどの段階で社会科学的な観点を考えるのが重要であるかということについて具体的なイメージを出していただけると議論がしやすくなるのかなという気がします。今の段階で何をやるべきかということと、中長期的に社会科学的なことを地域の人たちと議論をしながら整理していくのかというのは同じではない場合があり得ると思っていて、そのあたりをどうお考えになっていて、どういうこうビジョンなのかというのが分かると、まあ、受け入れる側にとっても準備がしやすいというか考えることがしやすいのかなというふうに思います。それから2番目ですけど、先ほどの近藤理事長おっしゃってましたように、その日本全国に対していろいろなこう働きかけ、いろいろなこうコミュニケーションをしていくというときに、やはりニューモさんは自治主体さんですので、ある段階からはやはり地方地域にかなりこう密接してお話をされていくということが中心になっていくと思うんですけど、一方でここでも議論がありましたけど、選ばれなかった地域もしくは科学的有望地ではないと言われた地域の人たちとどう話をするんですかというのは一方で非常に重要で、そこはもしかしたらニューモさんだけではない活動が必要なような気がしていて、それはエネ庁さんであるとか国がどういうその継続したそういう問題に関する支援をされるのかということについて議論が必要かなという気がします。それから最後ですけども、そのよくこの議論をしてて思うんですけど、NHO さんが準備されている資料の12枚目とかを見るとですね、文献調査が行われて概要調査が行われて精密調査が行われて場所が決まっていきますということなんですが、これ例えば文献調査から次に進まないっていうような地域っていうのは出てくると思う。先ほどの番さんがおっしゃってましたように、まあ、結核状況で条項で除かれるのか、さまざまな理由を持って次へ進まないというときに、そういう地域に対してこう中長期的にどういう関係をこう国なりニューモさんがお持ちになるんですかっていうのを少しイメージが見えていると、例えばニューモさんの資料の3ページ目の地域対話の進め方のところで、地元へのメリットであるとか雇用の継続であるとか町の発展っていうこともやっぱり地域はその考えながらこの事業に関わってくると思うんですが、ある段階でこう次へ進まないというような判断をする場合に、まあ、いろいろ難しい問題あると思いますけども、どういうことが考えられるのかということが先に見えていると、地域としてもこの問題を考えやすいのかなという気がするということです。以上です。はい、ありがとうございました。人当たり全員にご発言いただきました。ここでもう一回小林課長とそれから入門の方にですね、これまで出た意見についての対応をお願いしたいと思うんですが、その上で各委員からまた何かありましたらご発言お願いします。小林課長。ありがとうございます。私から、いくつかしますけれども、まず自治体との関係が大事だというご指摘、ありがとうございます。これはかねてより、国と地方自治体のきちんとした情報交換、意見交換ということが大事だということで、昨年来各都道府県市町村それから知事会等々の組織とも密にやってきているところでございますけれども、有望地提示に向けてそこが一層大事だということは肝に銘じて取り組みたいと思います。それから2つ目、そのスケール感の話を吉田委員からご指摘いただきました。これ次回以降
技術ワーキンググループと廃棄物ワーキンググループの、まあ、一種接続の部分にも関するところになりますんでですね、事務局としてもどういう材料を提供することが議論に資するのかということをよく考えて準備をしたいと思います。それは今徳永委員からご指摘いただきましたその段階の中でもですね、まあ、スケールも変わってくるということもありますので、入門にご準備いただくものにも、まあ、そうしたところが反映できると良いのかなというふうに思います。それから番委員からご指摘いただきました有望地提示の、まあ、提示、まあ、政府からしますと目標ということになりますけれどもそこについてですが、これは国民の負託を受けてですねエネルギー政策を取り組む、まあ、政府として、ある種政治的な判断をしていくという要素が強い部分があると思います。こちらのワーキンググループではどういうそのことを提示準備をしていくことがいいのかということを技術の面からもそれからコミュニケーションの面からも社会との向き合い方ということでさまざまご議論いただきまして、そうした準備が着実に進んでいるかということについてはご議論いただいているわけでございますけれども、そしてまた昨年も数次にわたってご議論いただき、これまでの対話の振り返りというようなことそれから有望地の要件基準の検討の進捗というものも確認をいただいて進めてきたところでございます。そうしたその進捗を踏まえて、まだ足らないところがあるけれどもそれは鋭意取り組むとしかしこの有望地提示というものはまさにこれがゴールということではございませんで、もともとこれをきっかけにさまざまな人に関心を持ってもらう、まあ、それから理解を深めていただくというための、まあ、一歩として取り組むというようなことを、まあ、総合的に考えまして、政府としては本年中ということを目指したいという判断をしたということでございます。ワーキングとの接続はそのように理解をいただければと思います。それから対話の中で、何をこうどうフィードバックしていくかということでございますがこれはこれまでのプロセスを経て、まあ、行政の継続性であるとかこの事業の着実な実現ということで、すでに、まあ、基本方針であるとかもしくはこのワーキングでの一種の整理というようなものに踏まえ基づいてやってきている部分がございます。他方で、これから決めていかなくちゃならないということもございます。それはつどつどの判断をしながら進めていく部分があるわけですけれども特に、これからまさにご意見聞きながらやっていきたいと思っている部分例えば地域対話の進め方であるとか社会科学の観点もそういう要素がございます。まあ、そうしたことはこちらの議論といろんな意見のお聞きする、まあ、アナウンサーの言葉を借りれば公聴の場というようなものを今までもつないできているつもりでございますがより良い工夫があれば柔軟に考えていきたいというふうに思います。規制委員会の方は昨年の基本方針の場においては、まあ、段階的な関与ということが大きな枠組みとしては決まってございます。じゃあそれがどの段階でどれ程度具体化していくのかということについては行政府内でしっかりと話をしていきたいというふうに思います。ちょっと足りてないところあるかもしれませんけれどもご指摘いただいた部分まずは以上と思います。はい、入門の方から何かありますか。はい、近藤理事長お願いします。引き続きこれからの取り組みについて貴重なサジェッションをいただいたというのが基本的な理解でございますが特にリスク情報についてのその私どもの説明そのポジションというかそこがその必ずしもその受
受け止められるべき情報が伝えられていないということについて、まあ、絶えず工夫しなきゃならないと思っているところでございまして、ご指摘いただいたことを大事にしたいと思います。それから、まあ、女性問題、これなかなかディスカッション難しいんですけども、的確なご示唆をいただいたという理解をしています。何より私どもそのこれについてはまだまだ努力が足りないというのは総括でありましてですね、引き続き努力したいと思っております。それから科学的有望値 の、 その意味するところ、それがその具体的なその受け止める立場の自治体、例えば自治体という立場から見てそれをどうそのするかということについて、おそらく今後その有望値 の、 その、提示という段階で非常に重要なテーマと思っております。まさしくそれはこのワーキンググループで議論、審議会で議論していただけることかなというふうに思っています。私どもそのことに関して十分その説明する立場に立つべき努力をしたいと思っているところであります。それから場合あるいは委員からございましたその各調査におけるその判断基準、まあ、当然のことながら最終的には1箇所とかですね、まあ、できれば2箇所とかでいくことになるかもしれませんけど、そういう限定されていくべきものですから、当然そのフィルタリングというプロセスがあることなので、それの条件は何かということですが、まあ、これもその具体的にその書くことはなかなか難しい、つまり相手が地層でございますのでですね、そこはそれに対するエンジニアリング工学の取り組みとの関係でもって決めなきゃならない。しかし、まあ、ゴールとしてですね、目標、判断基準の目標としてはそこで安全なその処分場が できると、それはその建設操業、そしてその長期的観点からの安全な操業、その生活確保できるということを自信を持って言えることが出口でございますので、その意味でその調査した結果を踏まえて ここではそういうことを言いにくいかなとなれば、それは速やかに撤退すべきだというふうに思っています。まあ、今私どもが多分確か文献調査の段階について一応判断基準も公表していると思いますけれども、その先については鋭意検討してますが、奥行けば行くほど具体的にはなかなか言いにくくなるというか、つまりそういうその設計審査指針、規制委員会の先取りをしちゃいかんという思いつつ、しかし当然のことながら私どもが安全を確保する第一義責任者として確保あるべしというものは絶えず持たなきゃならないというふうに言ってますが、それをそういうその、ね、抽象的なレベルから具体的なレベルになればなるほど、さらにその調査結果だけでこういうデータをどう扱うかという判断の世界が出てまいりますので、そこは法を進めながらお示しすることになるかなと思ってますが、これについては引き続き努力したいと。それから最後に2つの広報について、その有望地の内側と外側でそのどうするかという問題、まあ、そのこの限られた資源でできるだけ内側の人にご理解いただくことはとても大事だと思ってますけど、しかしおっしゃる通り国民 の、 その感謝の気持ちが背にあればこそ、先ほど申し上げましたように有望地の内側の方についてもお考えいただけるのかなと思ってますので、そういうそれがまさしく環境でありますので、その環境できるようにするためには内外問わずの説明が基本的には重要だと思っております。それからもう一つ非常に重要なご指摘いただいて、これも悩ましいと5つおっしゃられたんですが、そのお付き合いいただいて文献調査なり外務調査にお付き合いいただいたところで、ここで私どもの理由か地元の理由か両方あり得ると思いますけれども、降りたというかですね、ここでそのストップしたという場合にどうするかという、その場合にそのことについて適切な納得のいくその取り扱いというかしら、そういうものを決めなきゃならないと、これも決めなきゃならないというふうに思っているんですけれども、これはこれも、ま、私ども当然責任したいですから、責任があるわけですけど、ある種その公的なその取り組みの、お金も預かることになりますので、そこは十分これから議論いただけたらというふうに思っている段階でございます。以上です。
はい、ありがとうございました。一当たり全員ご発言いただきました。とりあえずの対応についてもですね、お答えいただきまして、次回より具体的な案に基づいて検討したいと思いますが、各委員の皆さん方から追ってまた何かありましたらご発言をここでお願いしたいとございますが、よろしくございますか。呪楽院何かあります。はい、じゃあ呪楽院お願いします。ありがとうございます。さっき近藤理事長から、そのこれからの進め方におけるその公平性の確保についてもご意見ありましたし、その予見性とその柔軟性みたいなものを現実のその政治というか社会の動きの中でどう考えるかということをご指摘あったと思うんですが、やっぱりその公平という言い方ですと、いわゆる結果平等みたいなことを考えると難しいんですが、公正という言い方がフェアなやり方であるということがあると思っておりまして、これをその政府においても入門においてもやはり大切にしていただきたいなと思います。でその時に考えなければならないのは、まずこの進める側とその地域の皆さんや、あるいは広く市民の皆さんの間では、その立場の不均衡みたいなものがあってですね、権限裁量持っている情報を費やせる資金や人的な資源等々すべてにおいて不均衡があってですね、基本的には進める側が強い立場、相対的に強い立場にあり、その話を聞く側が弱い立場にあるということを、これをまずどう補うかということと、我々の場合その北欧なんかの事例と違いますのは、そういう関係主体に対する信頼が残念ながら非常に低いところから始めなくてはならないと、この2つを解決しないとその公正というところにいけないわけでありまして、その文脈で先ほど の, そのいわゆる説明責任と申しますか、単なる情報公開とか説明を超えてですね、あらかじめその行動の予定やその判断の内容についてあらかじめその説明をして意見を求めるというようなやり方が必要だということを申し上げたところです。でそれからこの後具体的に検討をしてはどうかなと思うのは、まず一つはいわゆる拒否権という言い方はどうもいろいろと皆さんの受け止めがあれないようですけれども、撤退権と申しましょうか。やはりこれを明確にその地域に持っていただくということは大変重要だということは、国際機関のレポート等でも繰り返し言われておりますし、その際に明確なこう解釈の余地のない撤退権が重要だという言い方もされております。これは不均衡や信頼の欠如を補う上で重要でしょうから、どのような形で担保するのか議論すべきと思います。でまた第三者の関与というのもすでに万位からありましたけれども、規制委員会ですとか、あるいは今回社会経済影響評価という言葉が入ってますけれども、これも諸外国の事例では環境アセスメントの一環としてその推進主体とは必ずしも違うところが、その事業政策推進上の利害から離れてこういう場を住民の皆さんに提供するということで、意味を成しているというふうに承知していますので、この場合日本の場合にどう制度設計できるか、それから皆さんに自分のこととして考えていただいて前向きにご参加いただきたいというお話が複数の委員からありましたけれども、その場合にやはりその社会的な重要性を広く広めるということもあるんでしょうが、同時にやはり有効性感覚というのがこの参加においては大変重要で、自分がそこに加わると何かいい方に政策や事業や世の中が変わったと皆さんが思えるかどうかということが重要だということは、政治学や社会心理学などの研究で知られているところでありまして、残念ながら日本では一般的にその政治的な有効性感覚が低いということも地雷問題になってますけれども、これは結局でもやはり進める側の行動変容につながるかということが大きいですので、皆さんがそのいろいろ対話活動と称するもの等で受けたご意見などからどう変えるのかというところがやはり大切ではないかなと思います。細かいことで言いますと、例えば入門の資料でフィンランドとの海外の先進事例ご紹介とありますけれども、そういったものを踏まえると入門としてはこれまでどういうやり方を変えたのかとか、今回そういうご提案を受けてどのように変えるのかというところまであって初めて変容になるのでしょうし、政府の方においては大きい話では先ほどもご指摘あったように広く現職政策全体についてのご意見というのもやはり出てくるわけですから、それについてこれからどのように政策の進め方を変えていかれるのかというところを皆さんやっぱり見極めておられるのではないかなと、そのように考えます。すみません、最後に。はい、ありがとうございました。それでは他に特に委員のご発言なければここまでといたしたいと思います。私も実は科学的有望地提示後の議論ですね、いくつか今日もうすでに他の方ご発言になってますのであえて申し上げませんが、このあたりについての
検討を深める必要があるというふうに思っておりますが、また次回以降新保さんのいろいろ難が出てくると思いますし、また折に触れて発言していきたいと思います。それじゃ あの本日の議論は以上にいたしたいと思いますが、最後に次回の予定等について事務局の方からお願いします。次回の日程はご調整中でございます。改めてと思いますが、先ほど の申し上げたタイムフレームで精力的にご議論いただきたいと思いまして、お忙しい中ご負担をおかけしますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは本日の会議は以上で閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。